ブルースクリーン。ブルースクリーンとは、マイクロソフト Windows において、オペレーティングシステムに何らかの異常が発生した際に、表示されるメッセージ及び、その画面全体を指す通称である。青い背景に文字が表示されることからこの名がついた。OS の特性上、ダメージの進行が進むにつれ、ハードディスクやメモリ、CPU が保持する一時的、または、 永続的なデータを失う、または意図しないものになる可能性が高くなる。そのため、Windows 自身や、その他の装置がダメージを負わない状態にするために、ブルースクリーンのような状態にし、必要な復帰処理状態に入る。大抵の場合、Windows が必要とするファイルや、レジストリデータの欠如及び、破損、不良メモリモジュールの使用や、 デバイスドライバなど周辺機器関連のトラブルが主な原因となる。再起動を行って解決できる場合もあるが、幾度も同じエラーが生じる場合は、システムの復元を用いたり、セーフモードでログインし、トラブル発生直前に OS に適用したプログラムを削除したり、最悪の場合は、オペレーティングシステムをクリーンインストールし直したり、デバイス自体に問題がある場合は、 マザーボードなどを交換する必要もあり得る。青いスクリーンに白い文字でシステムが不安定になっていますなどの警告が表示される。ただし PC-9800 シリーズ用の Windows では黒いスクリーンで表示される。Microsoft Windows 8ではブルースクリーンが大幅に刷新され顔文字と簡潔なメッセージしか表示されなくなった。Windows のエラーで 顔文字を用いることは珍しいため、話題となった日本語版に顔文字は実装されていない。Windows 10ではインサイダープレビュー版のみ、緑色の画面で表示されるグリーンスクリーンに変更されている。この画面は Windows 自身で表示する。画面解像度は VGA グラフィックモード、Microsoft Windows XP 以降は SVGA での表示となる。 視覚障害を持つ人向けに Windows 3.1 QX 系列ではシステム味ない386円セクションのメッセージバックカラーとメッセージテクストカラーで表示色の変更をすることも可能となっていた NT 系列では n o t m y f u l t 等のソフトウェアを用いなければ色の変更はできなくなった Windows 95、Windows 98、Windows Me など Windows 9X 系は OS の構造上、もしソフトウェアやデバイスが不安定になった際は、道連れとなるためブルースクリーンが発生しやすい。大抵の場合は、システムの復帰を心を見るか、即座にシャットダウンはあるいは再起動させるかの選択ができる。ただし、システムが復帰した場合でも、完全に安定した状態にならない場合が多いめ。 重要な情報は保存した上で再起動を行うのが常とされている。なお、ブルースクリーン上からシャットダウンはあるいは再起動させる場合は保存されていない情報はすべて失われる。また、光学ドライブやフロッピーディスクドライブの動作中にイジェクトボタンを押すなど、ユーザーが些細なミスを犯した場合も、ブルースクリーンが表示されることがあるが、これは一時的なものであり。 再度ディスクを挿入すれば正常な状態に復帰される。日本語版の OS であれば、ブルースクリーンも日本語表記なので、口述する NT 系列と比較すると対処方法がすぐに理解できるものの、細かな原因は表示されないため、NT 系列と比べると、問題の根本的な解決は困難であると言える。 Windows NTK では QX 系列と比べると、はるかに安定性が高く、些細なソフトウェアエラーで、ブルースクリーンを出すなどということはなくなった。マイクロソフト i n d o w s XP 以降は、エラー報告機能も実装されており、エラー発生原因の突き止めがより容易になった。その反面、ブルースクリーンが表示されるという事態が発生した場合は、症状によっては、 OS の再インストールを余儀なくされる深刻なエラーが発生している可能性もある。NT 系列でのブルースクリーンは主にハードウェアトラブルやデバイスドライバの不具合、バグ、動作不良等によって引き起こされるものが多い。また、QX 系列とは OS の構造が異なり、ブルースクリーンが発生すると OS が安全確保のために OS としてのほとんどの機能を停止する。 そのため、ブルースクリーンが表示されると、発生以前の作業状況にすぐ復帰することはできず、保存されていないデータは確実に消失してしまう。ブルースクリーンには、エラー概略を簡潔にまとめた、単文、例、アーキールノットレス OR イコールなど、と、ストップ、という単語に続く16進数エラーコード、Windows 8以降は省かれている、加えて、 デバイスドライバなどソフトウェアが原因の場合は、問題を起こしたファイル名も同時に表示される。NTK のブルースクリーンは、日本語版を利用していてもブルースクリーンは、英語表記になるものの、QX 系列と比較すると、どのファイルによってエラーが引き起こされたか、問題への対処方法、ラーの概要が明確に示されるため、QX 系と比較すると、 問題の根本的な解決は容易になる。フォントは NT3.1 から2000まではキャラクター文字、XP から7まではルシダコンソールである。Windows 8ではセゴエ UI。Windows 8では今までの NTK、Windows のブルースクリーンから大幅に刷新されたものとなり、背景の青画面が原色の濃い青からやや淡い青、水色に、 近いになっている。ブルースクリーンの表示内容も簡略化されており、顔文字の画像部に配置され、再起動するよう促す文章とエラーコード、詳細を知りたい場合は、後でエラーコードを検索するよう指示する章が併記されている。だけである。日本語版、Windows 8では、顔文字はないものの QXKOS 以来となる、日本語表示に対応している。 例として、問題が発生したため、PC を再起動する必要があります。エラー情報を収集しています。再起動できます。詳細については、次のエラーを後からオンラインで検索してくださいと表示される。また、Windows 10からは難解なブルースクリーンにユーザーが対処しやすいよう、ヘルプページへのショートカットを書いた QR コードが添付されるようになった。 ブルースクリーンほどの知名度はないが、レッドスクリーン、A、レッドスクリーンオブです。SAT や赤画面などともと呼ばれるものも存在する。Windows Vista の初期のベータバージョンに存在し、ベータ1以降から廃止された。ブートローダーでエラーが発生した際に、ブルースクリーンではなくこのレッドスクリーンが表示される。表示は NT 系列のブルースクリーンと同じく英語表記で、 エラーが引き起こされたファイルとその原因が示される。また、Windows XP にも非常に知名度が低いものの存在が確認されており、こちらはブートローダーのエラーではなく、コンピュータの内部に関わる致命的なエラーが発生したときに表示される。文字のフォント等は通常のブルースクリーンと同様である。Windows NTK OS はクラッシュダンプと呼ばれる。 障害解析ファイルの作成機能がある。クラッシュダンプは、その発想は、UNIX のコアダンプと共通するものがあるが、大きな相違点として、クラッシュが発生した時の保存情報を、全、メモリ、カーネルメモリ、最小から選択できる点である。初期設定では C、Windows Mini ダンプに保存される。変更は可能。サポートを受ける際に Microsoft に、 システム状況を提出したいのであれば、クラッシュダンプファイルを作って提出すると何が原因で、青画面が発生したのか分析してもらえる可能がある。ただしあくまで可能性であり、クラッシュダンプファイルからは何かが壊れた程度の情報しか出てこない場合も珍しくない。デバイスドライバーを作ることができるほどのスキルのあるプログラマは、クラッシュダンプファイルから優位な情報を得ることができる。 逆を言えば、その水準に達していない人々には、何の価値もない。逆に期待していない情報が流出する、可能性もある。デコード済みのパスワード、セキュリティトークン、クラッシュ時点で操作していたメモリ上に存在していた、あらゆる情報、そしてプライバシーが保存される。これらの情報の漏洩を望ましくないと思うのであれば、クラッシュダンプファイルは他社に渡すべきではない。 他の OS におけるブルースクリーンに相当する状態は以下の用語で示すことがある。ジョークソフトとしてブルースクリーンを再現するソフトウェアもいくつか存在するが、マイクロソフト自身もブルースクリーンを再現したスクリーンセーバーブルースクリーンスクレーンセーバーを配布している。また、同ツールの作者マークルシノビッチ氏は自身のブログでブルースクリーンを別の色にする方法を紹介している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。